はい、こんにちは、ニャです。ってことでね、協調チャレンジの11分内でるウルフデイトな編成紹介していこうと思います。めちゃくちゃ強くて最適性更新の編成となってます。でね、まあ、11分内出るのが早くていいよってことじゃなくてですね、11分内出るぐらいスムーズに進めるのがいいよっていう感じになってますね。マジで11分で進めるってことは、まあ、めちゃくちゃね、快適ってことですからね。マジでおすすめです。まだね、調合チャレンジやってないとかですね、勝ってないとか、あとはですね、まあ、後回しにしてるとかいう人はですね、ぜひですね、この編成組んでやってみたらいいかなと思います。マジでめちゃくちゃ強いです。で、あとですね、これ11分台はまあさすがに限られた人しか出せないんでしょって思ってると思うんですけど、まあね、それは確かにその通りで、まあ慣れてる人がやってるから11分出てるのはそうなんですけど、ただですね、これ私がやってみてもですね、適当にね、パパってやって、それでね、12分台はちゃんと普通に出ました。でしかも私ミスってですね、足踏みしてるんですよ。足踏みして12分台だから、やっぱりめちゃくちゃ快適です。なんでね、ぜひですね、称号チャレンジまだやってないよって人でね、この編成組める人はですね、めちゃくちゃおすすめです。これでね、もうさらっとね、称号取るのは全然おすすめです。ってことでやっていきましょう。11分台のウルフデイトな編成です。どうぞ。さあ、ってことでやっていきましょう。まず一回そのね、リダフレ変身して、サブは右から全部使っていきましょう。はいと。さあ、敵が喋ってる時間の方が長いまであるような編成ですね。マジでめちゃくちゃ強いです。さあ、ウルフデイトなリダフレ変身していきます。はいと。で、右から全部打っていきましょう。ヘイスト。ヘイスト。はいと。で、遅延かけてと。で、フランキーの裏も打っておきます。はい。で、1コンボを2回していきます。1コンボ。はい。1コンボと。よーし。そしたらね、ウルフデイトラー2体変身して、はい。で、もう一回1コンボですね。はいと。よし。そしたらね、はい、殴って突破していきます。あ、もう一回1コンボですね。もう一回1コンボした後に、ウルフデイトラー、撃って殴っていきましょう。フレンド撃って突破です。はい、フレンドウルフデイトラー撃って、で、殴っていきましょう。はいはい。さあさあさあ。はい、OK ですね。これで削って突破していきます。はいと。で、基本的にですね、火、水、光、4個、下肢での3コンボで全部飛びます。はい。突破です。さあ、続いてです。続いては、2階層ですね。2階層、ここ、フランキー撃って、覚醒無効解除して殴っていきましょう。無効貫通の敵は、ポルナレフ撃ってください。ここでね、もちろん水属性のね、無効貫通持ってるキャラがいると、次もポルナレフ必要だから、まあ、時間かかっちゃうってことですね。はい。さあ、で、覚醒無効解除してと。で、はい、ウルフデイトの撃って殴っていきましょう。さあさあさあ、はい、四つ消ししてね。四つ消し、四つ消しと。いいですね。まあ、基本的にね、まあ、火、水、光のね、四つ消し、組めてれば OK です。今は繋がってたけど、別に繋がっても大丈夫です。さあ、ってことで突破していきます。さあ、で、続いては3階層ですね。3階層、パティとポルナレフ撃って殴っていきましょう。はいと、アースディフェンス。ね、敵の喋りが長くてね、あれですね。さあ、パティ撃って、で、ウルフデイトナも撃って、で、ポルナレフちゃんも撃って殴っていきましょう。はいと。さあ、いきます。四つ消し。はい、四つ消し。四つ消しと。いいですね。これで突破していきましょう。はい、はい、はいと。はい、よし。これで削っていきます。いいですね。さあ、続いてです。続いては、はい、4階層ですね。4階層ここ消せない回復はウェイで回復してください。で、ダブル吸収はもう撃ってあるんで、問題ないですね。ウルフデイトナ撃って削っていきましょう。はいと、ムーラインとキュアと。はい。では、行きます。ウルフデイトナ撃って、全部、二つ消しして、四つ消しして殴っていきましょう。まず、はい、四つ消しと。いいですね。これで削って突破していきます。いやー、マジで早いですね。はいと。よーし。これで突破していきます。さあ、で、続いてです。続いては、はい、続いては5階層ですね。5階層ですね、ここただ通販すればいいだけですね。ウルフデイトナ撃って殴っていきましょう。トゲはですね、なるべく消した方がいいですね。さあ、グレイスロースと。はい。さあ、じゃあ、ウルフデイトナ撃って、で、殴っていきましょう。はいと。はい、いいですね。しっかりと、ウェイ組みながら、トゲも消してね、殴っていきましょう。よしと。はい、削っていきまーす。はい。で、超根上後はね、特にトゲ作ってくることもないので、このまま突破していきましょう。できれば1個トゲ残ってるから、これ消したいねって感じ。はい、ウルフデイトナ撃って、殴っていきまーす。はいはい。さあ、光が3個しかないですね。はい、OK です。さあなし、これで削っていきましょう。まあ、倒せますね。余裕で倒せます。はいと。さあ、落ち込みいっぱい乗っちゃってますが、これで OK 突破です。さあ、続いて。続いてです。はい。続いては、6階層ですね。6階層、ここ、ホムラの場合はプラス2コンボ。カムイの場合は、ロシェとポルナレフ撃って突破。セロの場合は、ポルナレフ撃って、知恵の時は、火か光の四つ消し含む、指定色あれば、ワンパンできます。はい。さあ、ってことで、今回は、あれですね。誰だ、これは。これはセロか。ですね。ポロナリフ撃って殴っていきましょう。はい。ちょうどね、トゲも全部消せて、いい感じですね。はいと。
よーし。では、アンパンしていきます。さあ、続いてです。続いては、7階層ですね。7階層、ここ、光の方ですね。木か光の L 字組みながら、アシスト無効を解除して突破していきましょう。で闇の場合は、2ターン待ってから、ロシェ、打ってパティ、打って火、火か光の四つ消し含む指定色で OK ですね。コンボゲーションの時は2コンボ組んでください。はい。さて、ことで、L 字組んで、はい、と。いいですね。もう一個 L 字組みだね、本来ね。はい。ってことで、削ってと。さあ。じゃあ突破していきましょう。一個 L 字組みたいですね、できれば。はい、ウルフデイトナー打って。はいはいはい。さあ、L 字組んで、四つ消しと。いいですね。これで突破していきましょう。これでアシスト無効も返せました。はい、突破です。さあ、続いて。続いては8階層ですね。8階層ここジーク出た場合は、ロシェかポルナレフ打って、フランキー打って殴ってください。で、その他の敵が出た場合は、ポルナレフ打って、で、フランキー打って殴りましょう。はいと。さ、フランキーと。で、ロシェ打って、で、ウルフデイトナー打ってね。で、殴っていきましょう。できればトゲを消しながら殴りたいところ。さあ、はい。トゲ消してね。いいですね。これで突破していきましょう。トゲはあと1個になりましたね。よしと。はいはい。さあ、トゲが降ってくるのが不快です。はい、突破していきます。さあ、続いて。続いては、はい、9階層ですね。9階層、ここ、ノアは2ターン待ってから、ポロナリフ打って、プラス1コンボで飛ばせます。アルスは、消せないは、ウェイで回復して、あとその他はですね、ポロナリフ打って突破してもらったらいいかなと思います。はい、ポロナリフと。いいですね。じゃあ、これで削っていきましょう。あ、いや、はい。さあ、四つ消し、組んで殴っていきましょう。はい、はい、と。よし。さあ、ウェイも降ってきましたね。これでワンパンしていきます。はい、突破。さあ、続いてです。はい、続いては、10階層ですね。10階層、ここ、シャイターン出た場合は、パティとフレンドのウルフ打って突破してください。リーダーウルフの場合は、プラス4つ消しが必要ですね。で、ジーニャは2ターン待った後に、パティ、ポルナネフ打って突破。タナトスは3ターン待った後に、パティとフレンドのウルフ打って、プラス2コンボで倒せます。はい、と。さあ、倉庫行ってるうちに、パティは溜まって。はい、と。さあ、あとは、ポルナネフですね。はい、と。よし。で、次溜まります。はい、溜まりましたね。そしたら、パティ、ポルナレフ、打って殴っていきましょう。パティがロック解除あるので、はい、これでロック解除しながら、無効貫通スキルも打って、で、ウルフデイトナー打ってね、色も作って殴っていきましょう。できればトゲ消したいですね。はい。さあ、いきます。水四つ消しして。はいと、いいですね。さあ、光は塊で消してね、トゲを消しました。OK ですね。これで突破していきましょう。トゲはあと1個です。はい、突破です。さあ、続いては、11階層ですね。11階層ですね、ここ、パティ継続で、ロシェ打って殴っていきましょう。さあ、いきます。はい、リミットガード。さあ、ロシェ打ってもらって、ウルフデイトナー打って殴っていきましょう。はいと。さあ、いきます。四つ消し。OK ですね。これで殴って突破していきましょう。さあ、まだね、1068秒残ってますからね、めちゃくちゃ時間残ってますね。はい、突破です。さあ、続いてです。続いては、12階層ですね。12階層、ここ、ガイノート出た場合は、3ターン待った後に、パティとポルナレフ打って突破。リンシア出た場合は、ポルナレフとフランキー打って突破してください。で、ノルディスが出た場合はね、ワンパン。ゼログ出た場合は、ポルナレフ打って、ダメージ吸収は、パティかポルナレフで突破してください。はい、と。いいですね。これで突破していきましょう。はい、突破です。さあ、続いてです。続いては、13階層ですね。13階層、千里、ドラゴン出た場合は、イジエコンボした後に、ポルナレフ打って突破。ブラフマンも、ポルナレフ打って突破。セヒラザードは次、ロシェ、ポルナレフが打てるタイミングで、超根性まで削った後に、ロシェ、ポルナレフで突破してください。こいつが一番ハズレですね。はいと。さあ、ってことでもうね、がっつり組んでますね。はいと。よし、落ち込む乗って。はいと。さあ、これでマイナスがだいぶ消えましたね。右下に固まってるけど。さあ、そしたらですね、ここ、ロシェとポルナレフ打って殴っていきましょう。はいと。さあ、ロシェ。で、ポルナレフ打って殴っていきます。ウルフデイトナももちろん打ちます。はいと。さあ、はい、四つ消し、四つ消し、四つ消しと、いいですね。これで削って突破していきます。はいはいはいと。よし。削ります。さあ、続いては、ボスです。ボスはですね、ここ、普通にプラス3コンボして殴っていきましょう。1個ずつね、ウェイ組んで、あとプラス3コンボ組めば倒せます。はいと。さあ、ウルフデイトナ打って殴っていきましょう。ウルフデイトナ。
はい。で、はい、四つ消し。四つ消し。四つ消した。はい、OK ですね。で、プラス3コンボ組んで、殴っていきましょう。はい、はい、はい、と。よし。これで突破です。はい、OK。さあ、続いて第2段階ですね。第2段階ですね。まず最初、初手1コンボします。はい、と。さあ、で、1コンボした後にロシアとポルナレフ打って突破していきますって感じですね。はい、と。さあ、花火をこのままずらして1コンボで OK です。はい。さあ、花火です。はい。さあ、1コンボ。いいっすね。1コンボして。さあ、次ね、ロシェット、ポルナレフ打って倒していきましょう。はい、ロシェット。で、はい。ウルフデイトラも打って、で、ポルナレフも打っていきます。さあ、で、四つ消し3つで殴っていきましょう。1個、2個、3個。はい、OK です。これで飛ばしていきます。いや、マジでね、快適ですね。ボスのスピーディー感半端ないからな。ここ結構時間かかりますからね。さあ、突破です。続いては16階層ですね。16階層2ターン待った後に、ロジェ・ポルナレフ、プラス水の四つ消しか、まあ、プラス3コンボを組むことによって殴っていきましょう。はいと。さあ、まずは2ターン待ちましょうね。はい、1コンボで OK です。はいと。さあ、インディケーション。あ、はい、ウルフデイトナ打って、で、はい、1コンボと。いいですね。で、はい、攻撃を受けます。で、またウルフデイトナ打って1コンボしていきましょう。はい、ウルフデイトナ。はい、1コンボです。はいと。さあ、トゲが1個降ってきましたね。で、コンボカさんが入っちゃったと。よし。そしたらですね、はい、ロシェとポルナレフ打って、水の四つ消しか、まあ、それとね、あの3コンボどっちか組んで殴っていきましょう。はい、ロシェ。え、ウルフデイトナ。で、ポルナレフですね。はいと。さあ、行きます。はいと。さあ、四つ消し組んで。そうそうそう。はい、水も。はい。さあ、水も。はい、2セット組んでますね。で、殴っていきましょう。はい、はい、はいと。いいですね。はい、これで削っていきまーす。はい、ミスですね、これは。水はこれ四つ消し必要でした。ここですね、ミスはね。これがなければもっと早かったんですけど、ちょっとミスっちゃったから、はい、仕方なくね、これで削ってます。はいはい。これで今、本当はですね、半分いくはずだったんですよね。はい。よし、まあ大丈夫です。削っていきましょう。はいと。さあ、ウルフデイトナ打って、でね、はい、直しましょう。マジでこれがなければ、もっと早かったんですよね。はい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 。よし、で削ります。はいと。で、なんとかね、はい、もうすぐ半分いきそうですね。これがマジなければですね、マジでもっと早かったですね。はい。さあ、ウルフデイトナ打って、で、私も10分で出せてた可能性は全然ありますね。はい。これで12分でなんでね。はい、OK です。四つ消ししながら、殴っていきます。半分いきますね。はいと。よし。さあ、そしたらね、ロシェとポルナレフ打って、水四つ消しか、まあ、3コンボ組んで殴っていきましょう。はいと。さあ、いきます。はい、ロシェ打って、で、ポルナレフ打って、ウルフデイトナ打って殴っていきましょう。はいと。さあ、行きます。四つ消しして、四つ消し。はいと。さあ、いいですね。これで削っていきましょう。はいはいはい。四つ消しと。さあ、落ち込むのって、はい、これで削って、はい、おしまいです。ってことでね、よかったらね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイマーこんな感じになっております。はい。でね、あ、これ細かい立ち回りなんですけど、私がね、見てた簡易的な立ち回りがこんな感じになっております。まあ、どっち見てやってくれてもいいかなと思います。ってことで、続いて代用解説でやっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、ウルフデイトラにショーテル、フランキーに正月ルティナ、ロシェにゴーイジ、ポルナレフにカイシュ、ファティにセリカ、ウルフデイトラにショーテルです。継承は全部つければ1で OK で、回復プラプラが4つついてます。必要 HP は250万ですね。HP が多いほど、闇軽減が多いほど良いです。必要スケバは29、バッチは HP です。リダフレ逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が13個、十字と暗闇と雲が必要です。ショーテルは、これ、ドラゴンキラーと回復キラーと、ウィーが役割ですね。軽く注意して軽く森で OK で、クレイモアとか、アテンとか、ロシアとか、シエルゴでも OK です。続いて、正月ルティナですね。これはチーム HP と水ゾロ強が役割です。HP 注意して、HP 森で OK です。続いて、セリカですね。これも同じくチーム HP と雲が役割です。雲に注意して、HP 森で OK です。
アマージュとか、マグニートとか、クレハとか、アマカゾミで OK ですね。続いて、高1です。これは、暗闇と十字と医学が役割ですね。極性アテナとか、転生オロチで OK です。続いて、回収です。これは、バインドとチーム HP と V が役割ですね。ターンですでも OK です。HP に注意して、バインドプラス火力盛りで OK で、エレインとか、バリアキネとか、ポンポンプリンとかでも OK です。続いて本体代用のための役割です。かっこ仲割りアドですね。まずフランキー。これはスキブ8で、帯で、レア度6で、泥鏡目覚めと、覚醒無効回復が役割です。スキブ、帯、HP、弱化ドロップに注意して、覚醒無効回復で OK です。ガンクラパールとか、ミニアマテラスとか、チョッパーとか、ニーズとか、10連神結びとか、キジルとか、レオナとか、マトリフとか、オデドラとかで OK です。続いて、嫁ロシェです。これはスキブ6で、ウェイで、レア度9で、エンハンスと軽減が役割ですね。スキブ火力に注意して、朝倉みなみとか、ヒーハロインチャコルとかでも OK です。続いて、ポルナレフです。これは、スキブ3で、火力枠で、レア度で、レア度7で、2ターンヘイストと、泥鏡と、無効貫通スキルが役割です。スキブ、火力に注意して、無効貫通スキルで OK で、ジンとか、クライブとか、サカズキとか、キシベロハントとか、クリスマスツバキとか、オーキとか、カーズとか、エリオとか、ドーナで OK です。続いて、パティです。これはスキブ2で、チーム HP と、L 字と、レア度8と、2ターンヘイストと、6解除陣と、ダブル吸収が役割です。スキブ HP、L 字に注意してダブル吸収で OK で、ズゴックとか、ブチャラティとか、ナミとか、ポロネとか、ヒドーナとか、ウィングガンダムとか、ジョータロウとか、ヒカリマリエルとか、キマリエルとか、あとね、ハロウィンネルとかで OK です。ってことで以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。